質問があればその場で共有していただく形でもお願いします。ではよろしくお願いします。あ、はい、こんにちは、慶応義塾大学の鈴木です。私は公共ギャラクシーサーバーの活用ということでお話しさせていただきますけれども、まず皆さんこちらのウェブサイトにですね、お手元のコンピューターが、でちょっとアクセスしていただきたいんですけれども、上に URL が書いてますが、多分 Google でパブリックギャラクシーとか、ググればこのパブリックギャラクシーサーバーのページに行くと思います。で、ギャラクシーのその公共、公的に利用可能な、アクセス可能なサーバーというのはいろいろあってですね。で、このページのですね、コンテンツのところに、1、ジェネラルパーパス、ジノミックスサーバーズって書いてますね。で、いろいろあります。で、その下の方に2、ドメインサーバーズって書いてます。大きくここに2つに分類されてるんですけども、まずこの1っていうのが、ここに書いてますけども、説明の。ジェネラルパーパスで、特定の生物や、あるいは特定の解析に特化したものではなくて、非常にいろいろな汎用的な解析を使えるための、解析を行うためのサーバーというのが用意されています。で、番号で言うと、例えば4番目の DBCLS ギャラクシーとか、日本のですね、で、あと14番目の、これがピタゴラギャラクシーになります。で、それ以外にもギャラクシーメインとかあって、こう一般的な解析を行うサーバーがあると。これが1番目のジェネラルパーパスで、それに対して、この2番目のドメインサーバーズ、これは特定の生物、植物とか微生物や、あるいはその特定の解析を行うのに、その特化されたサーバーであります。で、今これ全部でこのパブリックギャラクシーサーバー合計すると80で、まだ増えてるみたいな感じになってますけども、で、このコンテンツを見ていただければ、で、ドメインサーバーの下見ていただければ、おそらく皆さんの目的に合ったサーバーが、公共サーバーがすでに存在している可能性があります。で、もともと私は微生物やってまして、で、微生物の解析に関係するようなサーバーが何かあるかというのをちょっと調べてみました。で、それをちょっと次のページに示しましたけれども、微生物、すなわち細菌、バクテリアやウイルスの解析をするためのこのドメインサーバーです。で、ちょっとカテゴライズしてみたんですけれども、一番上がオリオンって書いてますけれども、これは微生物の NGS、次世代シーケンサーから得られたデータの全般を解析する。大体どんな解析もできます。で、ここには個別のゲノム解析からメタゲノムの解析も含まれます。で、一方、微生物群衆で次に書きましたけども、いわゆるマイクロビオーム、環境微生物群衆の解析を行うメタジノムや 16S ライボゾーマル RNA のアンプリコンに用いた群衆コード解析などを行うサーバーがこれらになりますね。上からハッテンハワーラボ、メタゲノミクス、ミシシッピメタゲノミクス、あとバイオマス、ディストロ、MBAC、メタバイオームポータルと書いてますけども。で、このマイクロビオム解析と、もう一つ、あと、別の分類したのがウイルスの解析になりますね。で、これが2つありまして、ビランプっていう、これはウイルスゲノムのアセンブリを行います。アセンブリだけは例えばベルベットとか、スペイズですか、などの、ツールを使って、アセンブルをすると。ただこれちょっとアノテーションしてくれないんですけども、アセンブルまで結構きちっとやってくれると。で、次にセンターフォーファージ、フェージテクノロジーってあって、これはウイルスでもバクテリアに感染するバクテリオファージの、そのアノテーションをするための、ドメインサーバーになります。で、このうちですね、いろいろあるんですけども、この一番上のオリオンが、個別のゲノム解析から、アセンブル、アノテーション、あとメタゲノム、メタトランスクリプトなどの解析、大体全般できますので、ちょっとこれを使ってですね、で、実際ちょっとちゃんと動くのかどうかちょっと試してみました。で、これがオリオンの説明になるんですけども、これ同じページなんですけども、ハッシュタグというか、ハッシュにオリオンってつければ、ここのところにジャンプします。で、一応オリオンの、この機能っていうのをざっとここにまとめました。オリオン、微生物 NGS 解析の機能で、まず1番目、リードの前処理ですね。リードのクオリティをチェックして、あとフィルタリング、トリミングなどをするっていう、そういうことをしてくれます。で、リードの前処理が終わったら、次にアセンブルですね。まずこの2番目はリードのマッピングって書いてますけども、これはいわゆるリッシーケンシングですね。もうすでにリファレンスゲノムがあって、それの変異解析などを行うと。
リファレンスゲノムに対して、まあ、読んだリードをこう貼り付けるということをしてくれます。で3番目、レノバーアセンブリ。これはまあリファレンスのない、まあ、初めて読む微生物のまあアセンブリをリファレンスない状態でデノボでアセンブリしてくれると。でデノバーアセンブリをするとまあいわゆるその、まあ、1本につながればいいんですけども、大体ドラフトの状態で複数のコンティが存在すると思います。でそのコンティをですね、まあ、リファレンス近いバクテリアがあればそれに対してこうちゃんとこう並べ替えるような順番、コンティの順番を並べ替えてくれるスキャッフォールディングという機能もあります。でスキャッフォーリングができたら、まあ、その後アノテーションですね、まあ、どこに遺伝子の領域があるのか、またその遺伝子の機能か何かを推定するアノテーションを、これはプロッカっていうスタンドアローンの、まあ、ツールを使っています。でバクテリアの RNA-seq トランスクリプトも解析もしてくれますし、あとメタゲノム、メタトランスクリプトームなどもやってくれます。でこのピタゴラギャラクシーのページにですね、このページ行っていただきますと、この左のところにワークフロー、ウィキを開くとありますね。ここにさまざまなワークフローの、まあ、説明が書いてあるんですけども、私がまとめたオリオンの、この微生物 NGS 解析のためのオリオンの、まあ、ワークフローの説明、簡単なチュートリアルもここからアクセスすることができます。まあ、このページからも行けるんですけども、まあ、あるいは、もし Google でこのページに行き着いたら、まあ、こちらからも入れるんですけども、このピタゴラ・ギャラクシーのウィキのメインページですね。これの、まあ、初めてガイド、ワークフローの説明、ツールの説明、イベントってありますけれども、このワークフローの説明のところをクリックしていただくと、このページに行きます。これどっちでも、ここでも、ここでも、どっちかクリックしていただけば、このワークフローの説明のページに行くと思います。で、このページですね、まあ、現在のワークフロー、開発中のワークフロー、過去のワークフロー、仮想マシンのワークフローってありますけれども、その下に外部サーバーのワークフローってありますね。これがピタゴラギャラクシー以外の、まあ、いわゆるギャラクシーメインのサーバーとか、あと今お話したオリオン、外部サーバーのワークフローに対する説明があります。で、このページ下降りていただくと、まあ、このような感じになるんですけども、開発中のワークフロー、過去のワークフロー、まあ、この後もお話になると思いますけども、いろんなワークフローの説明があると。で、この外部サーバーのワークフローのこの下の方にこのオリオンの説明があります。まあ、概要で書いてますけども、微生物 NGS 解析で、リードの枚数、リシーケンス、リノバーアセンブリー、RNA-seq、メタゲノムなどを行ってくれると。で、これ、このワークフロー面のところをクリックしていただくとですね、このウィキページに行くんですけども、まあ、これでワークフロー1、2、3、4ってあって、まあ、プリプロセッシング、前処理、あとリシーケンシング、デノバーアセンブリー、バクテリア RNA-seq、まあ、それぞれ説明が書いてます。ただちょっと残念なことにオリオンですね、今ちょっと落ちてまして、で、ちょっと開発者に連絡取ったんですが、ちょっとしばらくメンテナンスで使えないって言われてしまったりして、ちょっとすぐ使うことはできないんですけども、で、参考までにビランプ、ウイルスのアセンブリを行ってくれるギャラクシーサーバーの画面をここに貼っておきました。で、今後の計画なんですけども、まあ、外部サーバーのその他の、まあ、オリオン以外の、まあ、ワークフローをちょっと動かしてみてですね、まあ、そのチュートリアルというか、チップスというか、ちょっとその情報を皆さんと共有できるように、ウィキページに記録していきたいと思います。あとですね、まあ、微生物、先ほどお見せしたように、いろいろな解析をするためのギャラクシーサーバーあるんですが、ちょっと残念ながら、個別ゲノムを解析したり、メタゲノムを解析することができるんですけども、残念ながら、ゲノム間の比較をする、ちょっとワークフローがなくてですね、ちょっとまあ、必要であれば、それをまあ実装したいなと思っています。ちょっと私、早いですけども、ちょっと、時間を押しているということで、以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。